エンリケ・デ・ボルゴーニャは、フランス出身のポルトカーレ伯爵。フランス語名は、アンリ・ド・ブルゴーニュ。ポルトガルの最初の王家であるボルゴーニャ家の祖。ブルゴーニュ公子、アンリの逸尾として生まれる。ブルゴーニュ公遊具一世、ウード一世は兄に当たる。また、カスティー・ギャレオ王アルフォンソ六世の二番目の王妃で、女王ウラカの母である、コンスタンサ・デ・ボルゴーニャは、おばに当たる。 バッシであったため、相続によって得られる権利は、わずかだった。そこで、アルフォンソ6世の援軍要請に応じて、レコンキスタに参加することとなり、イスラム教勢力と戦って、現在のガリシアとポルトガル北部にあたる地域の獲得に貢献した。アンデは1093年に法相として、アルフォンソ6世の諸子テレサと結婚、ポルトゥカーレの領地と白爵位を与えられた。 この土地は愛婿のレーモンがアルフォンソ6世に与えられていたが、代わってアンリのものとなった。テレサとの間には三男三女を設けたが、成人した男子は一人であった。その息子が、後の初代ポルトガル王アフォンソである。ありがとうございます。